にちは。海進整骨院坂井院院長の川端です。今回は食べ過ぎについてお話をしていきます。食べ過ぎには3つのパターンがあります。まず1つは美味しくて食べ過ぎてしまうパターンです。これは食に対しての欲求によって食べてしまう形ですね。そして2つ目はストレスや感情欲求によって食べ過ぎてしまうっていうパターンです。これは発散するために食べてしまうんですけども、実はストレスを感じると脳がそれを処理しようとして働くんですね。それによって頭のブドウ糖っていうのが減ってしまうので、いっぱい物を食べようと思ってしまうんです。そこからストレス発散のために、物をいっぱい食べてしまうっていうパターンです。3つ目は無意識的に食べてしまう内臓神経型のパターンです。これは内臓神経っていうのがうまいこと働かないおかげで、どのくらい食べていいのかっていうのがよくわからなくなってしまってます。こういった方の場合では内臓が動かなくなっている、特に胃の部分ですね、胃の部分がうまいこと動かなくて消化不良を起こしてしまったりしている場合です。こういった方ではお腹が空いているのか、それともお腹いっぱいなのかっていうのはよくわからなくなってしまうんです。なおかつご飯を食べようとすれば、いくらでも食べてしまうようなパターンになります。そして食べた後、なかなか消化しないんで満腹感っていうのが長く持続してしまうんですね。これを改善するためには胃の動きを正しくするっていうのが重要になってきます。胃に関係する神経は迷走神経っていうのがあります。さらにもう一つ、頸椎2番の神経も関係します。いわゆる首にある神経のことですね。これが実は胃の大腕っていう部分と小腕っていう部分のところに神経に関係します。これによって胃が正常に動くようになっています。実はこの部分っていうのは首から出てる神経っていうので、はっと気づいた方もいるかもしれませんけども、実は胃が悪くなって肩こり首こりっていうのも実は起きるんですね。またこの話は別な機会でさせていただきますけども、実は肩こり首こりだけでも、実はその痛い場所だけの問題ではなくて、内臓からくる肩こり首こりっていうのもあります。これを改善するためには胃の働きを良くしないといけません。で、胃の働きを良くするためには、先ほど言った頸椎の2番の神経、これも正常にしないといけません。で、その神経をどうしたら正常にさせるか、活性化させるかっていうところは、実はこの神経の反射っていうところを使います。この神経の反射がどこに出てるかっていうと、頭の後ろ、後頭部にあります。この後頭部の部分が固まってしまったりすると、実はこの神経っていうのが正常に働いてないっていう証拠にもなります。ではやり方を説明していきます。まず頭の後ろを触ってみます。で、大体この辺の部分ですね。この辺の部分を手の指の先でサササササッとこうシャンプーをするかのような感じで、さすっていきます。これを大体10秒から20秒ぐらいしていただきます。このポイントとしては、頭を強い刺激ではなくて、本当に皮膚を触れるか触れないかぐらいでさーっとやるのがポイントです。で、これを自分自身でやってもいいんですけども、誰か他の方にやってもらうっていうのも有効的です。実はこれをするだけでも、実は自律神経が高ぶっている方が落ち着いたりとかすることもあるんですね。特に子供さんとかで胃の調子が悪いっていうわけではなくても、胃の働きが低下するとイライラしたり、あるいはガサガサ動いたりっていう風に症状が出てくる方もいます。そういう場合はさっきみたいに頭の後ろをサササッと撫でてあげるようにするだけでも、実は自律神経が落ち着いて子供さんでも落ち着いてきます。ぜひね、食べ過ぎて困ってる方、あるいは今ちょっとイライラするなっていう方、ほんと軽い力で大丈夫なので、ぜひこの体操を試してみてください。